なんか、鴨川を歩いてました。これ？で、うん。これが、だから出町橋ですね、これが。時代祭りの話をしてるんやけど、後ろで歌ってる人がいる 時代祭りっていうのがあるらしい。これなんだ。これ、だから絵巻みたいなんじゃない？でも俺は正直、葵祭りしか知らへん。あ、書いてあるわ。葵と祇園と、この時代で三大祭りの一つらしいっすね。知らんかった、普通に。これ第1回目のやつって。時代感じるな。時代祭りだけにね。やかましいよ。誰映してんねん。警官ちゃん。警官映すな。こっちは、丸太町橋の歴史。やっぱり丸太材木なんや。道路の拡張で、鉄橋の丸太町橋が架けられたと。明治期の、いや、この時代がなんか一番でも自然豊かみたいな感じする。やらんの？何を？ボケて。写真でボケてやらんの？おい、むずすぎるやろ。人でもないから。俺の力じゃ無理やろ、こんな。こっちは。何やろ、これ。この一番手前に映ってる人が面白い。この ちょうどなんか見切れてる感じ。カメラ目線じゃね、こいつ。おい。わからんな。明治期やん。あと3つかな、多分。橋が。鴨川ギャラリーがあと3つで。あと3つとも多分あと全部向こう、こっち側あるから。まあ、あとはひたすら道なりに歩いていくだけっていう。多分あれよね、きっと。あれ、阪神みたいに言うよね。あれがあります。でも、国宝のなんか屏風が置いてあるやん。いや、ちゃうなわけ。ちょっとなんかあれじゃ、ついに説明すんのめんどくさくなっちゃったパターンじゃない、これ。上杉本、洛中洛外図屏風。あ、ここになんか説明があるわ。国宝の説明してます。洛中洛外。洛中洛外図自体は、なんか結構いろんな人が書いてるわ。白眉と言います。白眉言っちゃってるよ。近い近い近い。鴨川ね。鴨川の景色は。ここで魚とってたよ。今も魚おるんかな。この当時からこんな川があって。やってたよな。さあね。歴史興味ないや、お前。興味ない。クラウドやめろ。まあ、でも、あれか、今もでも、カモとか結構おるから、やっぱり、あれやったのか。魚がいないと、カモたちも生活できへんよね。あと二つやな。今がね、二条大橋やったんで、このゴールの四条のところまで、もう少し。あ、ちょっとなんか趣あるから映しといて。川の流れやな。川の流れね。
あ、二つ目見えてきたな。あれが、ここは何の橋か名前忘れちゃったけど。なんか、鴨川といえば、なんかカップルが等間隔に並んでるとか。マジ？そう、なんか噂が、なんか、有名やん。なんか、そういう法則があるらしい。あ、これだ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 。河原での遊楽ということで、三条から四条にかけての河原。だから人々が避暑地として楽しんでたっていうところでしょうね。今日はね、まあ、冬、ね、鴨川遊楽図っていう。四条の街並みを描いてるんだよ。感想ないの？感想言ってるやんか。え？なんか四条の方を描いているんだな。小学生なんや。小学生なんだ。もうちょっとマシなこと言うな。幼稚園児かもしれない。リベンジしていいよ。いやいや、そんなんないねんな、特に。鼻。何映してんの？これ、鴨の橋じゃん。ちゃう？鴨の橋か？こんな時代におる。知らんけど。でもなんか、これなの？ハリネズミみたいな、なんか。さすがにでかくね？でかいよな、これ明らか。でかいな。怪物やん。ヒヒヒヒ。当時はやっぱ普通に川入ったりとか。今でもしてるよ。今でもしてるけど、もっとだから制限がなかったんだよね。で、なんか謎の生物もおるかな。マジでなんだろう。女性？俺は、男やろ。ちゃう？履いてるしな。じゃあ女性か。女性も刀買ってる。あ、そうか、刀。ほんまやな。ちょっとわかんない。でも江戸時代やろ。これはなんかもちゃんとわかるやん。この時代からでも雨とか言ってんの。うまそうやな。なんか、米みたいだけどな。センス。こんな売り方する。あ、これセンスなんや。流木にしか見えへんかった。もう行きましょうか。橋橋橋橋。いやでもだんだん近づいてきてるね。ようやく一歩ずつゴールには近づいていってる。どっちこっちこっちこっち。ここの橋がでも一番人通りが多いね。今までの体感で。ここがメインストリートみたいな感じするな。これがだから、この橋はなんもないんじゃん。もしかしたら。なんかちょっと水の色変わってんで。ははは。気のせいやめて。いやでも、なんか、青色っぽくなってる。ほら、カモいるよ、カモ。うまそう、やめて。趣ゼロやから。でもここら辺散歩したいわ、普通に。いや、今してるけど。なんか日常生活の一端でね。なんかうちの地元はね、有名な大和川があるんですけど、大和川は、なんか川に住んでる魚食ったらあかんらしくて、なんか小学生の時に、なんか小5の時に、
なんか大和川のなんか社会見学みたいになって、なんかその川の管理してる職員の人来てくれて、で、なんかうちの学生が、川におる魚食ったらどうなりますかみたいな質問して、それでなんか職員がなんか、川魚食った人は、なんか38度以上の高熱が出て、体中にじんましんできましたって言ってたで。バキッとかして。そうだから絶対食ったらあかんみたいな言っとって、まあ、それを覚えてるんで、ね、まあ、なんか鴨川も正直魚とかおると思うけど信用してないんで、俺は。ね、ちょっと前のあれ橋があるんだけど、ここは多分終着点かな。いや、だいぶ歩いたね。なんかもっと密集してんのかと思ったら割と遠かった。僕やりたかったらどうしてくれよ。3時まで来るの？小学生ちゃうから、こんな。でも人間疲れた時すぐ寝てまうからな。勝手にカメラ向けていいのは、俺とカモだけやから。俺はフリー素材ですから、やっぱり。あ、カモが鳴いてる。え、これカモじゃない今の。キュッキュッキュッ言うてる。あ、いるのおもちゃだろ。なんでこんなとこでおもちゃを鳴らすの？あれ、ファイトしたんだ。やばいやろ。鴨川ギャラリーが。見えてきました。来た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 。すんげえ。違法駐輪全部取って持ってるから。あ、ここや。ここが四条大橋の高架下、ここはゴール地点ですね。四条大橋の歴史が書いてあります。でもやっぱ一番でかかったよな。でも大正の時からさ、一番でかくて、なんか大正時代って格好してるやん。歩く人みんな夏目漱石みたいな格好してるやん。夏目漱石どんな格好してるの？俺も知らんけど。やっぱ出来たてからすごいでかかったよね。ここがやっぱりメインストリートやから。何これ路面電車？路面電車だよ、これ。これね。自転車もほら、当時のやつだからめちゃめちゃでかい。自転車あったの？これチャリやろ。え？じゃあ俺人力車や。人力車や。チャリこれ。あ、これか。この頃からチャリはチャリやね。チャリと人力車の見分けがつかない男や。あかんよ。ここにいます。カモ映ってないんかな、ここに。食い終わった。捕食終わっちゃったんや。で、こっちがなんだ。四条河原の祇園祭りの話をしてるんやな。これ、祇園祭りの時の市場か、今よりもめちゃめちゃなんか豪勢やってるわ。こういう。なんかほんまに祭りっていう感じがしてますね。芝居小屋とかもあるから。これね。今よりもすごい派手にやってたよな。いいね。祇園祭り896年、すごいな。で、無形文化遺産に登録されてるから。ええって最後ぐらいおおって言う。祇園祭りの様子ね。でもなんかしっかり武装してない。祇園祭りも言うてる割には戦闘態勢。そういう祭りじゃない。戦争始めますよみたいな。あかんやろ。でもこれしっかり見てる一人だけやった。確かに。